カンドンベとは太鼓をもとにしたウルグアイの音楽様式である。カンドンベはモンテビデオのアフリカ系住民によって開始され、バントゥーアフリカ系のドラムをもとにヨーロッパ人と単語の息遣いの影響からなっている。2009年、カンドンベとその社会、文化的空間がユネスコ無形文化遺産に登録された。カンドンベの起源は南アメリカでの黒人奴隷の時代からの 混合王の更新の儀式だった。カンドンベは、アフリカに起源を持つキューバのソン、トゥンバ、ブラジルのマラカトゥ、コンガーダスといった、米州生まれの他の音楽と関連がある。様式は19世紀初頭に進化し、特にエリートたちによって脅威だとみなされ、1808年には、エリートたちは、カンドンベの音楽とダンスの禁止を求めた。カンドンベの音楽は、クエルダと呼ばれる。 ドラマーのグループによって演奏される。孫のような細いドラム、もしくは大きさと機能により特別の名前のついたタンボールからなり、それぞれチコ、ヘッピー系、ピアノである。より大きいドラムにバホまたはボンボがかつてあったが、現在は使われていない。クエルダは最低でも3人のドラマーを必要とする。最大のクエルダは50人から100人ほどのドラマーを、要する。 タンボールは木と動物の皮からなり、演奏の前に数分ロープか火でチューニングされる。腰にタリグ、またはタリンと呼ばれる、ショルダーストラップでくくりつけられ、演奏の際は片方にスティックを持ち、片方は手で叩く。カンドンベのリズムの鍵はクレーブである。ドラムの脇でアセールマデラと呼ばれる行動がなされる。フルカンドンベグループは、集合的にコモパーサ、または キャンドンバーグとして知られ、村歌として知られる女性のダンサーのグループが、特徴あるダンスや、ストックキャラクターと共に、クエルダを形成する。ストックキャラクターは、カンドンベは、モンテビオの中心付近の路上で、定期的に日曜の晩と他の多くの機会に行われ、特に1月6日、12月25日、及び1月1日に大きく行われる。ウルグアイのカルナバルの期間には、 全てのコンパルサ、80人から90人を擁す、ラス・シャマーダスと呼ばれる、大きなカーニバルのパレードに参加し、夏の劇場の公式の大会で互いに競い合う。ラス・シャマーダスの間には、コンパルサのメンバーは、音楽の歴史的なルーツ、つまり、奴隷貿易を反映した、サンハットと黒いフェイスペイントのような衣装に身を包む。賞金はささやかだが、大切なのは、楽しむことや、 自尊心、他者からの尊敬である。ありがとうございます。